自動化されたワークフローで時間を節約してチームによる作業の実行をスピードアップしましょう。プロセス所有者はコーディングや IT リソースなしでカスタマイズ可能なワークフローをスマートシートで作成できます。ここでは定期的な更新のリクエスト、日付の記録、チームメイトへのタスクの自動割り当て、重要な変更のスラックやチームスチャンネルへのアラートなどを簡単に行う方法を示します。まず知っておくべきことがいくつかあります。スマートシートの自動化されたワークフローは3つのコンポーネントで構成されます。自動化を実行するタイミングをスマートシートに伝えるトリガー、自動化を適用する行をフィルターで絞り込む条件、そして実行したい内容を示すアクションです。それでは仕組みを見ていきましょう。はじめに当社のワークフローテンプレートをカスタマイズするか、最初からワークフローを作成します。すべてのワークフローは日付、スケジュール、またはシート内容の変更に基づく単一のトリガーから始まります。時間ベースのトリガーには日付と時刻が含まれます。また定期的パターンを設定することも可能です。変更ベースのトリガーは新しい行がシートに追加された時や行が変更された時に実行されます。ワークフローをさらに細かく管理するには変更する列と変更後の値を指定します。トリガーを選択したら複数の条件パスを追加して複数のアクションを組み合わせることができます。同じワークフローで複数のシナリオを計画するには条件パスを使います。条件パスは少なくとも一つの条件ブロックで始まりアクションブロックで終わる必要があります。そこから特定のニーズに合わせて各パスをカスタマイズできます。ワークフローにアクションブロックを追加する場合、各種のアクションタイプから選択できます。間違えた場合、いつでもアクションタイプを変更するか完全に削除できます。ワークフローを保存する前に名前を付けたか確認してください。ワークフローを保存するとすぐに自動化プロセスが始まります。他のシート管理者がワークフローマネージャーでワークフローを検索、確認、編集できるようになりました。ここでワークフローの非アクティブ化または削除もできます。ワークフローマネージャーではすべてのワークフローを一箇所で表示し管理できます。ワークフローの最終実行時間の表示、最終実行日による並べ替え、エラーのあるワークフローのフィルター表示ができます。以上がスマートシートの自動化されたワークフローの概要です。今すぐ時間の節約を始めましょう。詳細情報についてはスマートシートヘルプ&ラーニングセンターにアクセスしてください。